から歌声優と呼ばれる行きます。ここの絵悠々亭から歩いてすぐということでコインをもらった。コインってなんだろう。コインを入れるとお湯が出てくるとかな。コインを入れると鍵が開くとかなんだろう。コイン、そして歌声優、楽しみ。あ、書いてある。歌声優って矢印ある。へえ。おー、ここの絵、悠々亭から現在地、これだ、歌声優、足湯もあるんだ。で、千尺、どこ、ボンの隠れてるの、乗ってないの。行ってみよう。これだ、メダル販売機。え、300円、300円もらっちゃったってことだ。ありがとうございます。これで、お金を入れて、メダルを買うんだ。え？メダルを入れると、入れるから。ということですね。じゃあ私はもう目の前のこの、湯上がりのラムネが、これがもうたまらない。ああ、どうしよう。何時まで？ 9 時半までですね。うん。歌声優から上がりました。めっちゃ良かったです。うわ、ラムネを食べたいと思います。お菓子屋さん、ありがとうございます。開けてもらっちゃった。開けてくれた。開けたかった。じゃあ歩きながら行きましょう。一貫性優超にぎわってました。多分浴衣を着た人が、3割、地元のなんか洋服着てる方が7割。歌声優って何だろうと思ったら、なんか10本以上、10本ぐらい、ダーって本当何メートル、3メートル4メートルダーってバーってなってて、迫力がすごかったです。ホームページから写真を、本当に人が多くて写真は絶対撮れないだったから、ちょっとホームページから写真を貼って、本当に圧巻、圧巻だった。歌声優がダーってなってる、こうピー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 ってなってて、でお風呂も何人だろう、すごい深くてゆったり入れるお風呂が、木のお風呂があって内湯で、で歌声優の10本バーって出てるんだけど、私ね端からね1本ずつこうやっていったの。全部やった、こうやって。やべえやつと思われたかもだけど、全部当たりたくて横移動しながら行ったわけ。エンジェルハウス、あ、スロット、すごいね、スロットもあるのか。そう、それでね、一番ね右端と左端がね強かった、強いやつがあって、でもうちょっと恥ずかしいとかもいいやと思って、気持ちいいから、めっちゃ気持ちいいから、頭もダダ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 って当たったのと、あと肩もやったでしょ。で、あと腰が気になったから、こうやってこうやってこうやってここに当てる。最高でした。ただね、シャワーがなかった。自分は試さなかったんだけど、見てたら蛇口から水しか出ないっぽくて、なんか頭洗うの断念してる人がいた。感想300円で入れるってすごいなと思った。地元にあの風呂があったら毎日通っちゃうかな。これは220円とちょっとお高めだったけど満足です。銭湯より安いね。あ、知ってる、私それうんちく語れるよ。銭湯は公共浴場だから値段が一律で決まってるんだけど、温泉は銭湯じゃないから好きな値段つけれるんだよ。何だ、環境庁が温泉で、厚生労働省が銭湯、どっちだ、なんか違うんだよ管轄が。これ本当にこっちに行くの、なんかいつも行くような温泉の感じがしてきたよ。こんなんまた2、ね、あった先生で入れる感じしないけど、本当に。おお。
誰もいないけど、この施設は皆様の入浴料で管理しています。すごい不気味。すごいすごい不気味。なんか怖いね。暑いの？あ、ぬるい。でもすごい綺麗だからお掃除をしっかりされてる気がする。沈殿してるだけかもだけど。ここメダルまたは一般のお客様の300円を入浴箱に入れてくださいだそうです。入ります。はい、こちら撮影クルーと私の分で600円入れます。では入りたいと思います。チュンチュン。着替えました。赤い上向きで入りたいと思います。ここ見て、ほら、空気が下から出てるんだね、きっとね。ほらね。じゃあ、気温を測りたいと思います。35度体温より低いわ。まあ、許容範囲だな。ちょっとね、寒いと思う。頑張ります。ああ、まあ、あったかいっちゃあったかいよ。温泉、温泉、35度なんて温泉だよ。あったかい。入ります。結構深いと思う。おお、結構深い。おお、気持ちいい。おお、おお、好きになるかなと思います。どうだろう、この辺とか。なんかね、わかんない。おぉ、なんだい、なんでびっくりさせないでよ。びっくりさせないでよ。え、だから、こっちに喋ってたわけじゃん。こっちに来ると思ったわけ。あれ出てきた。めっちゃ出てきた。めっちゃ出てきたよ。なんかね、冷たいとこがある。逆に水が出てるんじゃないの？だからここすごい冷たい。温かいところはね、ない。どこだろう。水が出てる。ここ？ここかな。ちょっと温かいくらい。ここ。ここ温かい。でもなんか水が出てる。だから本当に信じてくれる？信じて。ここがあったかい。本当だよ。不思議だね。気持ちいい。ぬる、ちょうどよく今お客さん誰もいない。今度ぬるいからかな。ね。うん。でもなんか不思議じゃない？ちょっと怖い。ちょっと男性一人で入ってても不気味な感じなんですけど。でもなんかまさに人って感じがする。うん、以上です。バイバーイ。はい、上がりました。さっぱりパリパリ。こちらにね、今気づいたんですけど温泉成分表が貼ってありまして、泉質単純温泉、それから泉温が 40.5 度。ここにね、源泉が 40.5 度、使用位置 40.5 度って書いてあるんですよ。つまりそこから湧いてそこで入れるっていうこと。足元湧出、意外と貴重な温泉でした私的にはなんか不気味だなとかそんな言葉で考えてたんですけど、すごい貴重な温泉でした。また来たいと思います。でもさ、でもさ、なんだろう、目の前がさちょっと怖かったりさ、なんか滝やぶだったりさ、ちょっと女性はもう一人で来ない方がいいですね。誰かと一緒に来た方がいいと思いますはい、じゃあありがとうございました。電気消して閉めて、はい。